はい皆さんこんにちはレックセン人講師森田隆二ですそれではただいまにエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第十五回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はい、えー。本日ですね、第15回目ということになりますが、まず画面の方ね、えー、切り替えさせていただきますけども、えーまあ、第15回目ということで、まあ、結構回数を重ねましてですね、本日はですね、えー、パンムンジョム宣言と金融市場というテーマでお話しさせていただきます。えーまあ、先日になりますけど、4月の末にですね、えーまあ、韓国のトップと北朝鮮のトップがですね、えーまあ、会談をするというね、えーまあ、歴史的な、まあ、そういった出来事がありましてですね、まあ、そのことについて そしてマーケットにどんな影響が出てくるのかなということを、まあ、私の方でですね、お話しできたらなというふうに思っております、えー、ではですね、本日の構成ということでありますがパンムンジョム宣言とは何かということでありましてですね、えー、まあどういったことがね、そこでまとまったのかなということをですね、まあ、お話しさせていただきます。 えー、そして、まあ、あそれを踏まえまして、ね、今後、朝鮮半島を巡る動きはどうなるんだろうとでさらにです、ねまあ、金融市場への影響ってどうでしょうかねとこういうところですね、まあ、この3点についてお話しさせていただくということになりますが。が えーまあ、領有並び立つというふうにこれ書いておきましたけどもまず一つ目ですね、えー、韓国のです、ね、ムン・ジェイン大統領と北朝鮮のです、ね、キム・ジョンウン委員長ですね、えー、軍事境界線のあるパンムンジョムで,です、ね、会談したんだっていうことですね、まあ、これは歴史的な、ねえー、本当に一歩になったのかなというふうに思いますねまあいろいろね、えーまあ後で述べますけども具体策が出てないじゃないかと、まあ、いろんな批判も確かにあろうかと思いますけどもやっぱりですねそのトップが会うということはですね まあかなりその北朝鮮とまあ韓国というのはまああのえ長らくねまたそのちょっと距離が離れてたそういった状況でありましたのでまあこれはねえまあ大きなね一歩なのかなというふうにね私は思っております。 北朝鮮の指導者として初めてですね北朝鮮の指導者として初めキム・ジョンウンさんがですね軍事境界線を越えるということなんですね、あれもね歴史的な一歩だったですよね、えーまあ、テレビの中継なんかでも私、見ましたけども、まあ、キム・ジョンウンさんがこう歩いてくると、えー、そして、まあ、その軍事境界線を越えるというね、まあ、そういったね、えーまあ、シーンがありましてですね、まあ、あのシーンで、まあ、あれを、えーまあ、ご覧になられている方はね、えー、どっと湧いたということですよね。 まあしかもですねサプライズもあったんですよねあのムンジェイン大統領韓国のムンジェイン大統領がですねえー、まああの韓国側でまあお待ちしているというような状況だったんでねで金正恩さんがまたぐとその軍事協会線をまたぶくということだったんですけどそれまがそれでまあがっちり握手ということだったんですが、えー、韓国側のムンジェイン大統領がですね私はいつ超えられるんでしょうかねということをですねまあ金正恩委員長にね言ったとでそしたらじゃあ今超えますかということで手をつないでなんと 一瞬越えちゃったとっいうことでねですからあ、キム・ジョンウンさんがです、ねえー、その軍事境界線を越えて北朝鮮から韓国に来たと一方でですねムン・ジェインさんもムン・ジェイン大統領もですね、えーまあ、韓国から北朝鮮にその軍事境界線を越えてるということでね、まあ、しかも、ね、手をつないで越えてるということですから、まあ、これはですね、まあ、本当にうん、まあ、確かに具体策が乏しいじゃないかということで、まあ、いろんな確かに、ね、批判というかねどうなのっていうマーケットの反応なんか見ても、まあ、あのそれほど、まあうん 株式市場ななんんか反応してるるところもあるわけけですけどもあのどうなのっていうところもあるのかなとは思うんですが、まあ、しかしながらあれは、ね、かなりサプライズだったのかなとあのシーンはかなり、ねえーまあ、多くの方のです、ねえーまあ、心を捉えたというか多くの方に、まあ、インパクトを与えた、ね、そういった映像だったのかなという,ふうに思っております。 えー、で、まあ、午前中はですね、まあ、韓国にあるですね、平和の家というところで、まあ、同席者を含めて会談ということで、まあ、その同席者の中には、まあ、キム・ジョン正恩委員長のですね、まあ、妹であるです、ね、キム・ヨジョンさんという、ねえー、方も同席されているということで、まあえー、午前中はそこでね、会談したということですねそししてて午後になりましてですね。 えー、なんと二人きりで会談ということなんですよね、えー、二人きりで、まあ、なんかこうね、うんあのえー、ちょっと外を散歩したりだとかね、えー、外のところには、まあ、なんかこう、イーストテーブルがあって、そこでちょっとね、えーまあ、会談をするというね、まあ、そういったシーンがありましたけれども、まあ、あれなんかもですねかなりね、融和、えー、ムードがね、漂う、ね、映像だったということですね。まあ、ちななみにここののの平和の家というももんですけどもこれは 韓国側の,あのです、ね、会談などをする施設ということで、まあ、そこで午前中、会談されたんだということですね。で、まあ、パンムンジョムで、まあ、このようなです、ね、会談が行われたということなんですが。 じゃあそもそもパンムンジョムって何でしょうということなんですけどもパンムンジョムないしは半門店というふうにいったりするんですけども、まあ、ここが軍事境界線になっているということでありましてですね、えー、1953年に、えー、朝鮮、えー、戦争ですね休戦協定の調印が行われましたということで、まあ、今の,、ねえー、その北朝鮮と韓国の状況というのはまだ平和宣言を結んでないという状況でありましてあ休戦の状況なんだと。えー、戦争が、まあ、休まっている状況 戦の状況ななんんだっっていいううねそういった、まあ、ことなんですよねで、まあ、そのパムンジョムっていうのは、まあ、こういうのを踏まえましてね、まあ、60年以上にわたる朝鮮の南北分断の象徴する場所であるということでこの南北分断の象徴する場所でですね、えーまあ、トップ同士の会談ということで、まあ、しかもねあの、まあ、演出っていうのはね えまあサプライズもありということで、まあ、本当に、ねえー、多くの方がまあ驚いたのかなというふうにも思いましたけどね、まあ、これがパンムンジョムとでパンムンムムジョム宣言なんですけども、まあ、正式にはこういうふうに言うようなんですが朝鮮半島の平和と繁栄統一のためのパンムンジョム宣言ということでありまして、えー、まあ南北共通の目標といたしまして、えー、完全な非核化ということがあまあ目指されたんだということですね。 まあはっきり言いましてですね、まあ今までの金正員長というのは何をするかわからないというね方でありましたよね。まあお兄さんのですね、まあ金ジョンイル、あごめんなさい、金ジョン金、えー、ジョンナムさんですね、ごめんなさい、ね、金ジョンナムさんお兄さんをえまあ殺すだとか、まああるいはおじでまあ事実上ナンバーツーのですね、チャンソンテクさんを殺すだとかっていうことで、まああのー、まあまああの金、えー、ジョンナムさんを殺したというのはまだちょっとひょっとしたらか確定はまあされてないのだろう。 あろうとは思うんですけども、あの、えー、チャンソンテックさんに関しては承継したということだと思いますが、まあそういうですね、うん、なんていうんですかね、まああのそういうまあ自分のね、えー、に対立する人はあ摩擦すると、まあそういうふうなイメージがあったりだとかですね、まああるいは、うん、まあミサイルを撃ったりということで何をするんだろうと、まあいうまあ世界中の方がですね、まあ思うような方だったのかなというふうに思うわけなんですが、まあしかしながらですね、まあ今回その金ン 委員長がですね、えー、まあ完全な非核化ということをね、えー、まあ北朝鮮から、あまあ北朝鮮というかね、朝鮮半島から核をなくすんだということを、まあ、共通のですね、韓国と共通の目標としたということは、まあ、非常にこれはね、大いなる一歩なのかなということなんですよね。 まあ、しかしということです、えー、その道,道筋、ないしは方法なんですけども、示さないということで、まあ、そういった意味では、ですね、具体性がなくてどうなのかなということなんですね、大きな一歩ではあると、まあ、しかしながら具体策がないじゃないかと、えーまあ、もう少し具体策がないとどうなのというところですよね、まあ、今まで、後でちょっと触れますけどね、まあ、北朝鮮は、まあ、今までもこういうことを、ね、言ったりもしてきたわけなんですよ。し、えーまあ、しかしながらですね、えーまあ、その度に、まあ、約束を破ると、 そうういいったた、ねえー、こことととが行われてきたということで、まあ、具体策がないわけですから、まあ、そういった意味ではまだまだ安心できないということで、まあ、そういった意味では多くの方はですね、本当に大丈夫なのかなとあんまり信用できないんじゃないかなというふうに思っているのかなという,ふうに思いますね。 まあ年内に融和、ねまあ、ムードがありますから、まあ、朝鮮戦争のです、ねですねまあ、終戦宣言はおそらく行われるかなと、まあ、現在は、ね、休戦状態ということなんですけどね。でまあ、南北首脳会談の定例化これを、ねまあ、目指されましてですね、まあ、今年の秋にまあ平ョンで実際開催するんじゃないのというふうに言われております。ね。 で、まああの終戦、休戦協定、休戦状態ということで、まあ、あ休戦協定は行われてますけど、まあ、終戦宣言、それから次、ですね、平和宣言これを、これがね、近々出てくるんじゃないのかということで、まあ、平和宣言が、ね、行われるようになりましたら、ですね、まあ、結構、そのね、あのーまあうん、北朝鮮絡みのリスクっていうのはかなり、ね、なくなるのかなというふうに考えられるのかなと思いますけどね。 えー、では両有のコ,コメントですねちょっと見ていきますが、まあ、韓国のムン・ジェイン大統領なんですけども、えー、朝鮮半島の非核化と恒久的な平和あ共同繁栄と統一のための揺るぎない一律化を築いたということで、まあ、今回の会談でですね、まあ、一歩も二歩も前進したと、まあ、いうことなんでしょうかね、えーまあ、いい方向にいっていますというコメントですよね。まあ、一方でで北朝鮮ののの長ななんですけども、えー、今日の合意が過去のような悪い歴史 しを繰り返さず、えーきえー、緊密に協力して良い結、えー、結果をね、えー、得るよう努力するということで、まあこちらもですね、まあうまくいってますよというね、えー、まあそういったね、えー、ことなんでしょうかね。まあ,あ、えー、このようなコメントがあると。 えー、そして、えー、南北首脳会談ということでありましてですね、まあ、今回のパ,ンジュパムンジョブ宣言ですね、えーまあ、そこで、えー、トップ同士が話し合うということで、まあ、これも南北首脳会談の一つということで、まあ、第3回の南北首脳会談という位置づけだと思うんですけども第,第3回ということは第1回、第2回というのがあるわけなんですよねで第1回というのは何かなというと、えー、第1回はです、ねまあ、2000年に行われましてですね北朝鮮の平壌で行われましたね。北朝鮮の首都平壌で まあ、キム・デジュン大統領、韓国側、ですね、それからキム・イルソン、ねえー、さんですね、まあ、その2人がですね、まあ、トップ同士の会談ということで行われたんだということですね。 まあちなみに金ム・デ大統領というのは、まあ、韓国の対応政策という、ねまあ、政策を言われている方で対、ね、応、まあ、政策というのは何かなというとイソップの寓話ですよね。まあ、イソップの偶和で、あの北風と太陽というのがありまして、ねまあ、それになぞらえてということだと思うんですけども、まあ北朝鮮を改革開放の、ねえー、道に、まあ、誘導するのであればです、ね、韓国が、ね、誘導するのであれば、まあ、北風のようなです、ね、そういった対決姿勢ではなくてです、ね、太陽のような融和の姿勢で,です、ね、臨まなければいけないと。 仲良くしなければいけないというのが対応政策なんですけども、まあ、それを主張している方がキム・デジュン大統領でありまして、まあ、それで、まああのね、キム・イルソン、えー、さんとね、えーまあ対談が、首脳会談が実現したということなんですよね。はい えーまあ、それで、そうですね、えーまあ、このキム・ネイジンさんはね、日本の立命館大学の実は名誉博士もお持ちということで、でまあ、その対応政策が、まあ、そういった意味ではうまくいったということで、えーまあ、ノーベル平和賞も、ね、受賞しているという方ですね。 で、2007年にはですね、今度、また北朝鮮の平壌なんですけれども、ノムヒョン大統領、ですね、それからキム・イルソンさんですね、まあ、トップ同士の会談がやっぱり行われましたということですね、まあ、ノムヒョンさんは第16代の、まあ、韓国の大統領ということなんですけれども、やっぱりこのキム・デジュンさんの、キム・デジュン元大統領のですね、対応政策を引き継いでということでありまして、まあ、再び、 その南北首脳会談が実現したということになるわけなんですよね。 ししかし今この方、で残念ながらうんまああの晩年、ね不正献金疑惑ということで,ですねまああの自殺をしてしまったというね飛び降り自殺ということでまあ非常にいい晩年あのえまあそういった意味ではね残念なそういった晩年だったのかなというふうふに思いますけどねまあその方の,ねあのコメントなんか最後、悲しかったですね、私はそれを見てね政治をするなとノムヒョンさんのねそのコメントなんですけどね得られることに比べて失うことの方がはるかに大きいからということで。政治をする といいう、ね、そうそっったた発言があったと、えー、大統領になろうとしたことは間違いだったということはノムヒョンさんが言われていてそれでまあ自殺ということだったんですけども、非常に、ね、このコメントはつ、まああえー、辛いな悲しいなというふうに思いましたけどね、えーまあ、この方もその北朝鮮と韓国の関係をまあ深めた方というふうな位置づけになっております。 でまあ、この2つの会談を通してです、ね南北のえー、この二つの会談は南北の進展がまあ主題であったのかなということですね、でそれからまあ第3回で10年以上、まあ、時を隔てましてです、ね、まあ、今回のということなんですけれども、まああの、ノムヒョンさんであるだとか、キム・デジュンさんっていうのは、対応政策っていうのを、ね、言われてる、まあうん、共産主義の国とも仲良くしようっていう、まあ、そういった立場ですよね。えーまあ、一方でです、ねまあ、前大統領のパククネさんなんなすけど まあ保守派なんですよね保守というのはやっぱり反共産主義ということで、まあ、それでまあその保守派の人たちがその後続いてだからまあその北朝鮮と韓国の関係というのはまあちょっと途切れちゃったのかなということで、まあ、2007年から今年というふうに言っちゃいましたけど2018年までまあそう、ねまあ、ちょっと隔たり、距離があった、まあ、途切れていたのかなということですね。 でまあ2018年になりましてまあ韓国のムンジェイン、えー、韓国のね、えー、韓国で、えー、そのムンジェインさんとキムジョウンさんがですねまあそのトップトップ同士の会談ということが行われましてまあここで初めてのおですねまあ北朝鮮の非核化が主題となったということですねで、えー、今まで平壌ンンで開かれてましたからねで今回韓国ということでまあそれもですね、えー、まあ、えー、非常に、うん、大きな一歩なのかなとしかもまあ先ほども申し上げましたけどやっぱりあの演習 あの演出はやっぱり、うんまあ、世界に与えたインパクトというのは非常に大きかったのかなとやっぱりこうね歩いてきてキム・ジョンウンさんが歩いてきてですね、えー、そしてその軍事境界線をまたぐっていうのはねそれだけでも私はサプライズだというふうに思ったんですけれども、まあそ,れえー、それに加えてですねムン・ジェインさんがムン・ジェインさんもですね、えー、北朝鮮の側に、ねえー、踏み出しちゃうっていうねそういったサプライズ付きっていうことですからね、まあ、あのインパクトは非常に大きかったのかなというふうに思いましたけど ではです、ね、今後の流れということになりますが。 えーまあ、6月にですね米朝首脳会談があるんじゃないのかということでありまして場所がまだ決まってないんですけどもシンガポール、ないしはモンゴルかなと、まあ、アメリカの方といたしましてはですね、まあ、シンガポール、まあ、中立国だしということで、まあ、シンガポールを、えー、言っているわけなんですけどが、まあ、北朝鮮といたしましてはですねやっぱりモンゴルというのは、まあ、ちょっと仲良くしている国ですからモンゴルにやりたいということで、まあ、今、大体この2択なのかなとあるいはパンムンジョムという、ねえー、話も出てきているということなんです。けどね、まあ、シンンンガポールモンゴルモゴはパンムンジョブ まあ、あのスイスとか、ね、そういう意見もあったんですけれども、まあえー、シンガポール、モンゴルな、まあ、しはパンムンジョムその辺りかなというふうふに思いますね。 でまあ、南北、米中の4者会談というのもこれあるだろうということでありましてでここで、ねまあ、4者会談になっちゃいますと、ね、日本抜きですからねこれは非常に困ると日本としてはね日本はやっぱり北朝鮮との問題抱えてますからねやっぱり大きな大きな問題である拉致問題ですねこの拉致問題がありますのでやっぱり日本抜きで4者会談ですね、えー、あの韓国、それから北朝鮮、アメリカ、中国この4者会談をされてしまいますとですねどうしても日本はですねアメリカ、そして、えーまあ、韓国 韓国,に対し韓国にですね、拉致問題があるから何とかしてくれっていうことを、まあ、日本はですね、もちろん、えー、言,言いますよ、ね、その四者会談であったとしてもですね、日本はその韓国に対してちゃんと拉致問題も、えーそのね、テーブルの場で言ってくださいとアメリカの、えー、に対してもですね、トランプさんに対しても安倍総理大臣はあその北,ら北朝鮮との拉致問題というのはうちの,もあの国としては非常に大きな問題ですからそれをちゃんとね、えーまあ、提示してくださいということは まあ強くね言われることだとだ思いますけどやっぱり当事者がいないっていうのはね、やっぱり、えー、なかなかね、そう言ってくれるのは、まあ、うん間違いないというか、まあ、言ってくれるのだろうとは思いますけども、まあ、しかしながらやっぱり日本が当事者として言うというのと、インパクトが全然違いますからね、やっぱり私としては、あ4者会談ではなくてですね、まあ、日本も含めた、まあ、5者、ないしは、まあ、ロシアも関係しますからね、やっぱりねあ、北朝鮮といえばやっぱりお友達というかね、まあ、後ろ盾の中国、ロシアですから。そそしてまあ,あその 南の朝鮮まつまり韓国ですね韓国といえば、まあ、後ろえばアメリカそして、まあ、あの同じ資本主義国ということで日本ということですから、まあ、やっぱり日本ロシアこれを含めて6社 会談というのが、まあ、いいのではないかなというふうふに思うんですけれども、やっぱりアメリカとかあ、まあ、その中国とかね、その辺からしたら余計なやつ入ってくるなということでしょうから、まあ、アメリカと中国がこういるだけでもまたね、大変なんですよ、アメリカと中国というのは今、貿易でもめてますからね、私の第14回の経済会計知事でしたっけね、確か申し上げたと思いますけれども、やっぱり貿易でどんばちやってるということですから、あのこの四者、ね、会談というのは、まあ、北朝鮮と韓国の問題だけ じゃなくてアメリカと中国のねその後ろにいるバックにいるアメリカと中国のですねそういったその争いっていうかね対立っていうかそういったやり取りなんかもあるのかなということですよねやっぱりアメリカっていうアメリカはあの韓国にですね米軍を置いてますからね。 えっと、どれぐらい置いてましたかね、えー、3万人ぐらい、確か米軍を置いてたあの米軍がいると思うんですね、韓国に2万8000人だったかな、ちょっとあの数字が今回、ちょっと私、えー、メモってくるの忘れちゃったんですけども、も、えー、確かあのかなりの数、3万人近くね、ね2万8000人だったかな、あのえー、米軍があ韓国にいるということで、えーまあ、それは北朝鮮に対しての圧力っていうのがあるわけなんですけど韓国あの、中国としてもね、それは全然、もう決していい気はしないわけですよ。えー、韓韓国国にですね米軍がいるってことはもう韓国とは 中国というのはもうすすぐですからね、中国の真ん前にですね、米軍がいるってことですからね、中国としてはすごくいい気はしないわけですよね。ですからあ今回、ね、その4者会談で中国側は絶対これを主張してくると思うんですけれども、ねえー、南北と、ね、南の朝鮮が仲良くなるんだから米軍出ていけっていうことをかん中国はきっと言ってきますよね。仲良くなってんだから仲良くないからアメリカさんいるんでしょと韓国にね。 ですけど仲良くなってきてるんだからそのままちょっと減らしてよとあるいは出てってよという,ふうに中国は主張してくるでしょうからやっぱり中国としては目の前にアメリカの,、ね、あの軍人さんがいるということは非常にやっぱり、ねまあ、脅威になるでしょうし、まあ、あ不愉快というか嫌だなということでしょうから非常に主張してくるでしょうねですから、まあ、北朝鮮とです、ね、韓国の問題じゃなくだけじゃなくてです、ね、中国とアメリカの、ね、そういった主張のぶつかり合いなんかもこの四者会談であるのかなということですよね。ですかかかららら中国とかアメリカからしたらです、ね、日本 日本とか、ねえー、あるいはロシアが入ってくると日本は拉致問題を出しますしロシアが入ってくるとまたぐちゃぐちゃにされちゃうかもしれませんからなるべく四者会談にしたいということでしょうけどやっぱり日本としてはですね、拉致問題をここできっちりとです、ね、言っとかないとっていうことがありますんでね。えーまあ、しかも日本もね、お隣ですからね、まあ、ロシアもお隣といえばお隣なんですけども、日本はやっぱりね、朝鮮というのはお隣ですからやっぱりここでちゃんとね,ね、言うべきところは言っておくってことが必要だと思うんですけども、まあ,あその四者会談でになっちゃうんじゃないのかなということですよね。 yeah okay. でえーまあ、日朝首脳会談はあるのかということで、まあ、拉致問題を解決したいということですね、まあ、日本政府としては、ですねやっぱりこの拉致問題の道筋ですね、これ、見えてこないと、日朝首脳会談というのは、なかなかやりたいとは思わないでしょうね、日朝首脳会談をやるということは、ですね期待感が上がってくるわけですよね、期待感が上がってきて、やっぱり一人も帰れませんでしたっていうふうになったら、何やってんだっていうふうになってしまいますから、支持率が上がるどころか下がってしまいますよね。でででですすすからあそうういいった意味でですねね日朝首脳会談をやるということこはです、ね、相当まあ うん、自信があるということだと思うんですけども、だから逆に言えば相当な自信がないと、まあ、日朝首脳会談というのは実現しないのかなとも思いますけどね、まあそれあのまあ、拉致問題は本当に、ね、あの解決しなければというのは、まあ、本当に強く思うわけなんですけども、なかなかね、やっぱり、ね、北朝鮮という国はあー、まあ、日本にとってはね、まあ、そういった意味では、まあ、大変な国なので、えー、まだまだこの状況がひょっとしたら続くのかもしれませんけどね。 それから次なんですけども今後の流れということなんですけどもちょっとだいぶ前のところから振り返っていきますが1950年に朝鮮戦争がありましてですね日本はその恩恵を受けましてね朝鮮特需ということで日本はその戦争に負けてということでやっぱりその戦後ですね不況になったわけですよね。しかしながら朝鮮特需ということで朝鮮戦争北と南が朝鮮でドンパチやってるということでそれでですね日本がいろいろ輸出してということで朝鮮特需という 経済が復活した、回復したというそういった流れがありましたので日本としてもこの朝鮮戦争というのは大きな大きな出来事だったわけなんですけれどもその朝鮮戦争というのが1950年にありましたと、で53年にです、ね、休戦協定ということで先ほどのパンムンジョムですよね、そこで結ばれたということですねですからまだ休戦状態なんですよね、休戦状態というのがちょっと意外に思われる方もいらっしゃるのかなと。 でえー、まあパムンジョム宣言2018年ということですよね、そしてまあ2018年中におそらく終戦宣言かなと、まあ、休戦状態なんで、おそらく、えーまあ、今、仲よくなってますからね、終戦宣言が行われるんじゃないですかと、でそれを踏まえて、まあ、いつになるか分かりませんけど、平和協定ですね。 まあ平和協定まで行っちゃえばですね、まあ、かなり、まあ、あの朝鮮の方ではリスクがあんまりなくなってきているなということで、まあ、投資家の方々なんかは安心感をまあ持って、ね、そのマーケットに臨めるのかなというふうふに思います。ね。えっと あそれで今度その次なんですけどもじゃあですね北朝鮮信じちゃっていいんですかということですね、えーまあ、1994年なんですけどもアメリカがですね、まあ、軽水炉を提供したということで、まあ、ありがとうということでですね北朝鮮は核計画を凍結しますということだったんですよ。 えしかしながら2002年に、まあ、北朝鮮と敵対するブッシュ政権がですね、まあ、あのこあの子供の方のブッシュですね、あのパパ・ブッシュとそれから息子の方のブッシュがいますけれども、えー、息子の方のブッシュですね、2002年ですからあ、その息子の方のブッシュ政権がアメリカの大統領として誕生しまして、ですね、えー、そして、まあ、あのブッシュさんが、ですね、まあ、核施設ブッシュさんになったんで、えー、北朝鮮はですね核施設を再稼働してしまったということで、これ、約束破っちゃってるわけなんですよね。 ですから、まあ、その約束を破ってるという事実があるんだと、で、さらにですね。 2つ目なんですけども2005年で6か国協議ですね6か国協議というのは先ほど申し上げましたけど南北ですね韓国北朝鮮それから中国それからアメリカ日本ロシアということで6か国だということなんですけどもその6か国協議でですねエネルギー資源を提供しますよとエネルギー困ってるでしょと資源提供しますよということであったんですねそれで北朝鮮がじゃあ核を放棄しますというふうに約束したわけなんですけどもその後ですね北朝鮮は核放棄の取り 進めないということでありましてですね。まあ今までもですね約束を保護にしてきたというのがあるんですね。まあ、約束を破ってきましたよというのがあるんでまあ、気をつける必要が非常にあるのかなというふうに思っているんですよね私としましては。まあ、だから。 まあ、日本といたしましても、ですね、まあ、やっぱりこの、えー、非,核非核化ということをね、この,あの先日のパンムーンジョム宣言で、えー、言われてたということなんで、まあ、それはそれで非常に、まあ、尊重するべきことですし、えー、素晴らしいことだということなんですけどただ,た,た,だただし安心しきってはだめだということですね、今までそういう、ね、約束が守られないということが、まあまあ、こ今回挙げただけでも二度あるわけですから、えーまあ、結構お、ね、そういった意味ではまだまだ気をつける必要があるのかなと。 とまあ、つまり、ですね今、北朝鮮に対して、まあ、アメリカも日本も制裁をしているわけですね、あるいは国際的にも制裁を加えているという状況なんですけど、まあ、あの北朝鮮がですね本当にその比較化するぞという、ね、それを具体策をしっかりと見て、見せてくるまでは、ですねやっぱりねその制裁を緩めてはいけないのではないのかなというふうに私はちょっと、ね、思いますけどね、これが、ね、今まで約束を破ってないですよというのであればね、ね、まあ、ここでねちょっと安心して、ちょっとね経済政策を 緩めるとか、まあ、そういう、ね、やり方というのはあるのかもしれませんけど、まあ、今、ご覧になられたようにです、ねまあ、今までも約束を守らないということがありましたので、まあ、もちろん理由があるんでしょうけども北朝鮮側には北朝鮮側の理由があるんでしょうけども、まあ、あの今までもそういうことがあったので、まあ、こっちとしても気を緩めるのはどうかということであるのかなと私は考えております。 でまあ、北朝鮮の狙いですねらい、まあ、キをあの金正恩さんは何を狙っているのかなということなんですけれども、米朝国交正常化です、ねまあキ、キム・ジョン正恩体制の安定化ですね、まあ今年2018年なんですけれども、建国70周年を迎えるということなんですよね。 まあ朝鮮のです、ねまあ、李王朝というのがありましたけど500年続いたということで、まあ、それを考えますとです、ね、まだまだその70周年というのはまだまだかなということなんですけど、まあ、70周年を迎えたということでこれから100周年を迎えたいというのがまあ金正恩さんの夢、目標でしょうからやっぱりそうなりますとアメリカにそのジョン体制北朝鮮というのはやっぱり認めさせるということが必要ですから、まあ、それが一つの狙いなのかなと。 ということですね。だから北朝鮮は韓国と仲良くして、まあ、韓,国と韓国の後ろにはアメリカがいますから、あそれで、まあえー、韓国と仲良くなっているんだから、アメリカさん、あ,あなたも、えー、北朝鮮、うちのことを認めてくださいと、まあ、そういったことなんでしょうね。で、まああのー あそうそうあこれもちょっと申し上げておきましょうかね、でやっぱり交渉の材料は北朝鮮、かなり揃っておりまして、ですねやっぱりその核、それからミサイルっていうのがありますよね、でミサイルはまあ昨年ですね、まあ、2017年、私もあの北朝鮮のミサイルについて、まあ、昨年、この経済会計、時事解説でもお話しさせていただきましたけれども、やっぱりあのミサイルの,その、ねえーまあ、技術、えーまあ、その性能がアップしているということで、えー、アメリカのワシントンにですね、まあ、そろそろ届いちゃうということなんですよね、でやっぱりアメリカといたしましてはね、 まあ日本に届くと、ねそれはまあそれはかわいそうだけど、もやっぱりえアメリカに届かなければ、ですねまだまだこうやっぱりどうしても他人事になってしまうわけなんですよね、しかしながら、まあ,あのそろそろアメリカにも届くと、ワシントンに届いちゃうといったら、もうそれはもう無視できないわけですからね、アメリカとしてもね、ですから、まあそろそろえやっとかなければいけないとまあいうことなんですよね、アメリカとしてもね。だからもう北朝鮮としては、核を持ってると。 ICBM という、ね、大,陸間弾大陸間弾道ミサイルというのが、まあ、そろそろワシントンに届きますからえ核を積んでワシントンに、ね、こう届くということになってしまうとやっぱアメリカとしても面倒くさいということですから、まああのー、今だったらその北朝鮮と、ね、アメリカというのはその北朝鮮はそういったカードを持ってますからねアメリカに対しても、えー、その北朝鮮の体制をです、ね、認めてもらうというです、ね、そういったカードを持っているので、まあ、それで、ねあのーえーまあ、今,今の時期なのかなと。 ことなんですよねやっぱりカードがなかったら、です、ねえー、そんなの期間ということになっちゃう、認めんというふうになってしまいますから、アメリカとしてもやっぱりね、えー、そういったあの核兵器っていうのはやっぱり、えー、いいものじゃありませんから、えー、アメリカとしても、まあ、そういったね、うん、あ,のある意味、そういった、えー、情報の譲歩するっていう、まあ、情報っていうかね、えーまあ、交渉に臨む、そういったね、相手がそういうカードを持ってるわけですから、交渉に臨むそういった余地は当然あるわけなんですよね。 でまあ、国際的な制裁圧力の緩和ということでありまして、ですね、まあ、かなりです、ね、の圧力を加えてるわけなんですよね、えーまあ、どんな圧力を加えてるのかなというと、まあ、やっぱり輸出入の制限の圧力を加えてますよね、まあ、だから具体的に言えば、ですね、まあ、例えば、まあ、石油の輸出なんかをかなり、ね、制限しているのかなと。まああのー 核実験とか、ね、ミサイルの発射というのを北朝鮮は繰り返しておりましたから、まあ、やっぱりその、まあ、財、サービス、まあ、財の、ね、輸出、入の制限というのがこれ、ありましてね、まあ、例えば石油,石油の供給を制限するだとか、まあ、そういうのがありましてです、ね、まあ、北朝鮮としても結構もうそろそろしんどいかなということですね、まあ、あのかなり、ね、密輸というのが行われているんですよ、まあ、日本からもです、ね、やっぱりこの在日の方が、まああのまあ、なかなか特定はできないかもしれませんけど、おそらくそういう方々 なんのかもわからませんけれどもあのえ、密輸っていうことを、まあ、してるっていう、そういった報道なんかもあったりもしますし、えー、あるいはその北朝鮮がですね石炭なんかを、まあ、ベトナムとかマレーシアに売ってるっていうことで、まあ、密輸なんかでも稼いではいるんですけれども、やっぱりその国際的な制裁圧力っていうのはやっぱり強いわけで、えーまあ、なかなか結構しんどいっていうのも、まあ、あるのかなということですね、ですから、2つあるのかなというふうに私は思ってるんですけどね、まあ、だから金正恩体制をこれアメリカに認めさせると。 アメリカっていうのは世界のボスみたいなもんですからねで北朝鮮はまあ後ろ盾は中国ですから今や世界でいうとアメリカと中国ですよアメリカと中国に認めさせればまあ問題ないでしょうともう日本はねアメリカがそうだって言えばそうですねっていうふうに言いますからね、まあ、フランスあたりだったら噛みつくのかも分かりませんけど、まあ、日本はですね、えー、そうですねとううアメリカさんの言うことは、ねあのーえー、逆らえませんから、まあ、そうなってしまうんでしょうけども、えー、ですからまあ、あのーまあ、アメリカに認めさせるってことがまあ北朝鮮の。 まあ一つの目的であり、えー、そして、まあ、制裁もかなり今しんどくなってきてるからということで、まあ、その融和ムードで、ね、その制裁もあの圧力も、ね、緩和してほしいということもあるのかなと,ということですね。 でまあ、見せかけので、気をつけなければいけないのは、ね、やっぱりこの見せかけの比較化ですね、それに向けた行動で、金をせびってくる可能性があるんですよね、まあ、比較化しますよということで、えー、でお金くださいと、ね、うちちょっと今困ってるからお金くださいということで、でその具体性が、ね、あまり見えてこないとです、ねあの、本当にあのやるやるとつって、まあ、実はその比較化してないとかね、いろいろありますから、やっぱり例えば、まあ、あの国際原子力機関といわれる IAEA ですね、IAEA、e ね e、の査察 が必要で査察、ねねえー、しますよというふうに言ったら研究してたり施設が稼働して,るしてたとしても査察、ね、が来るっていうから、えー、そこをちょっと、えー、停止するということできるじゃないですか。やっぱだから抜き打ちののっていうのが 国際原子力機関、IAEA、e、の抜き打ちの査察というのがやっぱり必要になってくるのかなというふうに思いますね。で、やっぱりその、まあ、具体策というのが、まあ、今回の、ね、パンムンジョブ宣言で欠けているということは多くのところで言われていることかと思いますけども、まあ、それはだから今後のね、別米朝首脳会談であるだとか、四者国協議であるだとか、まあ、そういったところでですね、まあ、あの固めていかなければいけないところだと思うんですけども、その具体策ですね、これはしっかりやっていかなければいけないと、やっぱり客観的に、そして検証可能ということですよね。ですからやっぱりあの 北朝鮮側があのやってますというふうに、ね、ただ、自分がやってますよというふうなその報告だけを受けるのではなくてやっぱりこの第三者機関、まあ、国際原子力機関のような IAEA の、ねまあ、査察やっぱり私は査察じゃ甘いと思うんですねやっぱり抜き打ち査察ですよね抜き打ちで入らないとやっぱり、ね、隠されちゃう可能性がありますからあーしかもその今まで あの2回、ね、その約束をあの破られたというのもありますのでね、まあ、そういった意味であの、まあ、あ抜き打ち査察というのが、まあ、必要になってくるのかなといいううふうに思いますね、えーまあ、具体策が、まあ、乏しいということだったですねこの、まあ、先ほどちょっと申し上げましたけどパムンジョム宣言ですね、まあ、だから時間稼ぎの可能性がありますので、まあ、そこを気をつけなければいけませんよということになりますよね。 では、えー、その次なんですけども、えーえーまあ、日本といたしましてはね、ね、まあ、ちなみにということなんですけども、やっぱり拉致問題、先ほどもちらっと申し上げましたけどこれなんですよね、でまあ、4月29日にムン・ジェイン大統領とですね、まああえー、日韓電話協議ということで、えーまあ、電話でムン大統領と話しましたと、うち日本のトップの安倍総理大臣ですね。 でまあ文大統領いわくということなんですが日本人拉致問題そして日朝関係についての安倍首相の考えをですね、きちんとキム員長には伝えてますよという報告を受けたということで、まあ、これでまあちょっとね、えー、まあ日本としてもああ言ってくれたんだなよかったなと本当に言ってくれるのかなというのはやっぱりあったと思うんですよ。 安倍総理大臣がですねムン大統領にね、ねムン・ジェイン大統領に、ちゃんと伝えてくださいねというふうに言って,おり言っていたということなんですけどね、やっぱり日本と韓国も今、揉めてるじゃないですか、やっぱり従軍慰安婦の問題で、えー、揉めてますんで、本当に言ってくれるのかなというところはあったと思うんですよね。えー、であの、電話協議で、ですねちゃんと伝えましたからということでありましたから、まあ、それに関してはね、えー、本当にかったなということですよね。 でまああまあ、これを踏まえましてねそれで、まあ、その拉致問題がうまくいくんじゃないかっていうそういった、ね、軌道に乗り始めればやっぱり日朝首脳会談っていうのが出てくるのかなとおいうふうに思いますね。でまあ、日本はですねやっぱりこのカード持ってますから経済協力カードですねこれをう,う,うまく切るっていうのがね必要になってくるのかなということですね。やっぱり日本の、まあ、力っていうのはやっぱり経済力ですからね、まあ、それを失ってしまったらもう本当にもう日本っていうのは何なのかなと、まあ、日本はね喧嘩ができませんから。 あまあ、憲法でね、戦争放棄ということで、で核とがそういうのも持ってませんから、喧嘩が弱いというか、喧嘩できませんからね、武力をちらつかせるような、アメリカがやってるような、そういった、ね、ことはできないわけですよね。ですから、まあ、何がじゃあ日本持ってるのってやっぱり経済力になるわけなんですよ。ですから、その経済カード、経済協力カードをです、ね、こう,うまく切っていくということがやっぱり必要なのかなというふうに思いますね。 で、まあ、拉致問題、主に拉致問題なんですけど、やっぱりね、お隣の国ですからね。核、ミサイル、まあ、日本はね、核を落とされた、まあ、唯一の被爆国ですからね。やっぱ、りこの核を、廃棄しろっていうね、まあ、強い気持ちは、やっぱり日本にはあるわけですね。日本ないしは、日本人には強い、競い、強い、まあ、そういった、えー、核を落とされたっていうね。えー、原子、爆弾を落とされたつらいう、つらい,い思い出が、思いが、えーえー、の、歴史がありますんで。その核、えー、そして、その核を搭載した、えー、搭載で。 るミサイルですねこれをねやっぱ廃棄するっていうのも、えー、とても大切なことで、まあ、拉致問題核・ミサイル、えー、この包括解決をですね、えー、これを目指すんだということですね。 まあ先ほども申し上げましたけれども、まあ、今までちょっと裏切られたこともありましたから、まあ、ここでその安心しきってはだめだということで、まあ、制裁を緩めないという、ねまあ、姿勢を安倍政権は貫いております、それから、まあ、あのアメリカもそうでしょう、えー、ですからまあその姿勢をまあ貫くということだと思うんですけども、まあ、やっぱり、まあ、しっかりと、ね、具体策が出るまでは、ちょっとね、やっぱりこっちとしてはあその、ね、今まで通りということなんでしょうね。 では、えー、今後の金融市場への影響ということになりますがあ、まあ、朝鮮半島の緊張が和らげばリスク、懸念が後退するということですね。ね やっぱりね、北朝鮮という国は、うん、まあ今回のね、ユーアムードでだいぶその金正恩さんというのはあ話せる人だなというのがまあ多くのそのね、えー、まああれをご覧になられたあの映像をご覧になられた方の感想なのかもしれないなというふうに思ったんですね。だから今までのイメージだったら金正男さんっていうね、お兄さんを、えー、まあ摩擦したんじゃないかという疑惑もあったりだとか、あまあそういった側近のね、叔父の方を殺したりだとか処刑したりだとかっていうね、そういったそのなんていうんですかね、冷徹なイメージっていうね。えー そういった独裁者みたいなイメージがあったのかもしれませんけど、そのねムンジェイン大統領とですね、えー、その会食をしている時にはやっぱりユーモアもあ,ありましたしね、えー、それからあのサプライズも演出されたということで、これは対話できるんじゃないかなと、まあそういったねあの、まあ、期待感なんかも出てきてるわけですよね。でそれで本当に非核化っていうのがね、えー、実現すればですね、北あの朝鮮半島から核がなくなるっていうふうになると、あちょっとこれで安心できるねと、まあリスクかなり取り除かれたんじゃない。 のとやっぱり何をするかわからないっていうことがあるとですねまあ、投資家の方々もやっぱりどうしてもビビってしまうというのがあるわけなんですよね。で、まあ、核がなくなるということになればですねああもうじゃあそこではそれほどトラブルっていうか問題発生しないんじゃないのということでありましてですね。えー、まあマーケットに とってはですねもしそうなればということですねこれからね私はねでもなかなかやっぱり大変だと思うんですよ各国思惑ありますからねえ北朝鮮は体制を認めてもらうそして、えー、さらに今あ制裁が厳しいですからまあ、お金とかねそういうのも厳しいと物資もなかなか揃わないということでだからかなり北朝鮮は要求していくると思うんですよね、非核化を進めると、ね、非核化を進めるんだから くれるえーえー、もらうもんもらうよと、ね。もらうもんもらうよという姿勢だと思うんですよね。えー、そして認めてもらうところは認めてくださいよと。まあ、かなり、ね、北朝鮮側としても今までと、えー、今までもうそのね、 核を作っていくというそういった路線だったわけですから、かなり北朝鮮がもう方向を変えてるわけですからね。やっぱり、えー、それ相応の見返りっていうのはあるわけですよね。だから各国そのそれぞれの思い思惑っていうのがあるわけですからね。これから大変だと思いますね。ですからやっぱりね、えー、まあ今うーんあの後でちょっと触れますけどね、まあ、なかなかね、そのまあ優雅ムードっていうのはね、私は非常にあの映像を見て思ったんですけども、一方で会議的な見方ってのはやっぱりまだ多いのかなというふうに思いますね。 でもしですね、まあ、この緊張が揺らげたってことですね。 揺らぎますとですねやっぱりアジア関連株式あるいは日経平均株価も上がっていくでしょうということなんですよね。まあ、実際問題ね、ね北朝鮮の,あのムーンさんとそれからキムさんのねそういったあの対談が行われた、まあ、パンムンジョム宣言以降の、ね、マーケットね5月1日のマーケットなんかはですね3日連続続進と日経平均株価がねで、まあ、1日は40円株価40円高ということで、まあ、2月5日以来のですね、まあ、高値と2万,万2508円ということで、まあ、2月4日 5日以来の、ね、株価が高値ということだったわけですから、やっぱり株価にも影響が出てくるということでしょうね。 やっぱり、ね、そのリスクの懸念がなくなるということであ大丈夫だなということで、まあ、円安がどん,どんどんまた進んでくるのかなとでそれから、まあ、朝鮮半島からです、ねまあ、リスクがなくなるということはじゃあ韓国大丈夫だねと韓国と朝鮮というのはもうその38度線でもうつながっているわけですからねあまあトラブルがあったら本当に戦争になってそれで韓国がもうその、ね、戦争の,その場所になってしまうと戦場になってしまうとあるいは北朝鮮でもそうですけどその朝鮮半島が 戦場になってしまうわけですからやっぱりその韓国っていうところにもかなりその、ね、北朝鮮とあんまり仲が良くないという状況が続けばリスクがあるわけですからどうしてもそういうことを考えるとウォン高になりにくいそういった状況があるわけなんですけども韓国と北朝鮮が仲良くなればです、ね、そういう、ね、問題なんかがあまり発生する,発生する可能性がぐっとやりますからねそうなったらじゃあ韓国今まで以上に大丈夫だねということでじゃあウォン買っとこうかということでウォン高っていう動きも出てくるのかなと。 えー、そうしますと、ねまあ、円安になりますので、まあ、輸出関連企業の業績がアップするということでそれでまた日経平均株価が上がったりというこういうルートもありますねで、まあ、ですからマーケットにとってはです、ね、この朝鮮半島の緊張が和らげばということですねどこまで和らぐかというのはこれからやっぱり茨の道ですよ、はっきり言って、えーまあ、先ほどから申し上げ,ま申し上げてますけどもう本当に各国の思惑がです、ねえー、あ,のありますからね。 で4社国協議をやるということでだけど日本とロシアは蚊帳の外ですからね、日本とロシアだって黙ってませんよはきりって、ねえー、だから、やっぱり、ね、これから、まあ、いろんな、ね、思惑がありますんでなかなか、ね、あのうまくいくのは難しいんじゃないのかなとも思うんですけどね。 えーまあ、あそれをちょっと、えー、申し上げますとしかしということで、まあ、依然、比、ま、較、あ、化には懐疑的な見方が多数あるということでだからちょっと、ねまあ、リスク懸念がその、ね、本当の意味で後退するっていうのは、まあ、つまり本当の意味で、まあ、朝鮮半島に安心感が漂うというのはまだまだちょっと難しいんじゃないのと。 こういうことなんですよね、えー、具体策がまだ比較化、出てきておりませんからまだまだ懐疑的な見方が多数かなとつまりリスク、懸念がですね後退しきれてないというふうな状況だと思うんですよね。 ですから、まずは、まあ、今回ね、ね米朝首脳会談というのがありますからそこをですねしっかりと見ていきたいということですね、米朝首脳会談で何が語られるのかと、何が決まるのかと、具体的な流れ、それが決まってくるのかと、ね、だから先ほど申し上げました、比較化するということであれば、IAEA、e、の査察を入れるだとか、ですねそういったね検証可能な、客観的な、ですね本当に比較化してますよと。ね 自分で報告してる自分で比較化してますから安心してくださいっていうのとそれは信じてくれませんよやっぱりね。 それは日本がもしそうだったとしても信じてますよ、ね。当事者が報告する報告なんてそんなのは信の信憑性ないですからそれは日本であってもどこであっても北朝鮮以外でもあってもですね自分が報告したものってやっぱり、えー、信頼性がないじゃないですかですから、まあ、例えば財務諸表であればですね監査っていうのが入ってですねお墨付きを監査法人が与えて財務表に出ていくということでやっぱりね、まあ、本人が作るとしてもですね第三者のそういったね中立的な第三者がこれお墨付きを与えるなりチェックするなりっていうのは絶対に必要になるわけで、まあ、やっぱ私は、ねえー、IAEA、e 国際原子力機関それのです、ね、抜き打ち査察というのがね、まあ、有効なのかなというふうに思いますねそれによって比較がが、ね、客観的にですねそして検証可能な状況で行われてるるというねその事実がつかめるんだったら日本もですね、えー、まあ経済制裁緩めますよ、ね、ですからそこが見えてくるようになればですね本当に、えーまあ、朝鮮半島の緊張が和らいできてですね本当の意味でのリスク後退ですよね。 そうなったらやっぱりマーケットにいい影響が出てくるのかなというふうに思いますけど、えー、そのね、えー、道筋ははっきり言ってね、えー、楽な道ではなくて茨の道なのかなというふうに思ってますね。まずは、ね、まずはこちらですね米朝会談、えー、これに注目したいかなというふうに思っておりますけどね。 はい、えー、本日、ですね、えーまあ、パンムン・ジョム宣言と金融市場ということでお,はお話しさせていただきましたけれども、まああのー、今回ははっきり言って私は歴史的な一歩というふうに捉えてるんですけれどもまだまだねこれからあいろいろね、えー、具体策っていうね具体的にこうね、えー、具体策に落とし込んでいくという大切な、ね 上、えー、あの、えー、ことが待っていると、えー、さらに各国の上あのオマなんかもねあるんでね、非常に、えー、まだまだあ落下はできないかなというふうに思ってますんで、まあ今後のね、えー、動きをまあしっかりと見ていきたいなというふうに思って、えー、おりますけどね。はい、えー、それはですね、本日の講義ですね以上とさせていただきます、えー。皆さんどうもお疲れ様でした。